自由の橋は大韓民国系軌道派周市にある臨信号に架かる鉄橋。臨信閣の近くにあり臨信号に架かる橋のうち最も下流にある橋である。本来の名称は臨杖鉄橋。もともとは経緯線の鉄道橋として建設されたもので道路橋に転用された後、現在は再び鉄道橋として機能している。かつてこの地点には 警備線の上下線に対応した2本の橋が架けられて、いたが朝鮮戦争時に爆撃を受けて破壊された。後に復旧され現在使われている橋は、かつての下り線の橋であり、上流側に上り線の橋の橋桁が残っている。1953年、朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた後、捕虜1万3000人余りが橋を渡って、南に帰還する際、 自由万歳と叫んだことから自由の橋の名で呼ばれるようになった。道路橋に改修された橋はかつては民間人出入統制区域、反門店へのアクセス道路であり、南北を結ぶ道として使用されていたが、新たに上流側に統一大橋が開通したことにより、主要な交通路からは外れた。2000年から京備線の南北連結事業が始まると、 再び鉄道橋として改修された。橋の上を通る景気線は2002年に開通した。橋の東側の田元、林深閣を含む林深閣国民観光地には道路橋時代の模様を再現した自由の橋のレプリカがある。